ギオーム・ジョゼフ・ガブリエル・ドラ・ランデルは、フランスの海軍将校、ジャーナリスト、フランス文学者、海洋小説家。また、重航空機の先駆者の一人でもある。ドラ・ランデルの蒸気ヘリコプター予想ズブルトン人の夫婦の間に、モンペリエで生まれた。父は、ここの駐屯地に勤めていた。ドラ・ランデルは、ストラスブールの中東学校で教育を受け、16歳になると海軍に入隊した。 その後11年間、ブラジル、ポルトガル、クアドループで軍務に就く。フリゲートの艦長にまで出世した後、ジャーナリズムと文学に集中するため1839年に退役した。ジャーナルデラフロット、エル、ユニオン・キャトリーク、コマースなどのメディアで仕事をし、1848年革命後は、ラリベルテ、エル、アベニール・ナショナル、レ・パンフレット・イレ・ランピオンなど、 反革命派の新聞で働いた。1840年代以降、彼は海での経験をもとに、壮大な海洋小説のシリーズを刊行している。ジェームズ・フェニモア・クーパーや、フレデリック・マリアットの影響を受けた彼の作品は、友人のジュール・ルベルヌにある程度の影響を与えた。一部はスペイン語に翻訳もされた。ドラ・ランデルの著作には、海の生活を歌った詩も含まれている。 1861年、ギュスターブ・ポントン・ダメクールと共同で蒸気機関を積んだヘリコプターの実用模型を試作する。その後、ナダールやポントン・ダメクールと共に空気より重い航空機による空中航行を促進する会を立ち上げた。航空士に関する著作を何点か出版し、ジャンマリー・ルブリの初飛行について報道した。1863年にアビエーション。 ウナビ・アイエジャン・サンズベローンという著書を発表。記録上、アビエーション、アビアーションというフランス語が使用されたのは、これが最初である。また、後に、ベルヌが長編、征服者ロビュールで描いた、空中戦、アホ踊り、号は、ドラランデルが本書で構想した蒸気ヘリコプターと、類似性があり、影響を指摘する資料もある。ありがとうございます。